一員となり、いよいよ春の戦場へと向かうこととなりました。父上、母上、自分はやります。必ずやってみせます。一番でかいのをやっつけて、カッと言わせてみせます。その時には、you、mm-hmm.
校時代、自分の一生に関わる大きな出来事の2つ目は、野球部の男子を好きになったこと。春菜は初めて恋をしました。野球部の男子を真剣に好きになり、好きと告白できない切なさに胸を痛めた。私はやっぱり女の子なんだわと。けれど恋が叶わなくたって、彼と出会えたことで恋する気持ちを知った。その気持ちは次に恋する時まで大切にここにしまっておこうと。一人強がった。強がりな私
丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米仕事、味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感じ、そういうものに私はなりたい。出身高校3年生の赤堀あすみでした。ありがとうございました。